皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。心配を信頼に変えよう。本日8月26日土曜日はその題でお話をいたします。心配を信頼に変えよう。ちょっと似てますよね、心配と信頼。でも中身は大違いです。生きていると心配になることがいっぱいあります。健康に対して、経済に対して、人間関係に対して。でもなぜ心配が起こってしまうんでしょうか。現実から目をそらさないから、まあ、つまり現実主義だからですね。いいですよね、現実を直視する。まあでもこの心配っていうのは心を配るというふうに書きますが、つまり私たちはそこに心を配りすぎるよりも、神は私たちに心を配っていてくださる。その心を配ってくれる神様に心を配ること忘れていないでしょうか。この方がいるのです。心配してくれるのです。つまり神様は私たちを助けてくれようと待っているのです。心配するというのはこの方がいないかのように、この方を忘れてしまって無視しているから心配するんです。この方がいる、その方を思い起こし、認め、見上げ、そして祈ること。祈りというのは単なる慰めではありません。全知全能なる神とつながり、神からの力を受ける手段なのです。一緒にいてくれる、一緒にいるならね、もう心配しなくていい。信頼していきましょう。そうしたら私たちの人生は変わる。だって心配してくれてるんですから、神様が。第一ペテロ 5-7、 あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。素晴らしいですね。ただ主を信じて生きてゆこう。何も悩まないで、肉の思いなんか捨ててしまう。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんよう。さようなら。